本日は小田急ロマンスカーに乗車します。じゃなかった。本日は長野電鉄の特急湯煙のんびり号に乗車します。それでは早いとこ乗っていきましょう。この特急車両はもともとは小田急1万系、ハイエスイーとして活躍したものでした。最初のロマンスカー云々の謎の下りにはこんな理由があったのです。もう少しつまびらかに説明する前に座席とか紹介。テーブルはだいぶ小さいです。この時代らしいといえばらしいですが、国鉄185系のより小さいかもしれなかったり、もっと言うと、このテーブル自体がないという編成もあります。そんな時は壁にくっついている折りたたみ式のテーブルを使います。この設備は東武鉄道の、両毛、200系にも見られますね。あとテーブル下にはもはや絶滅危惧種になりつつある栓抜きがあります。好き放題こじりましょう。あ、畳む時はここのボタンを押し込みましょう。オッケー。かつて JR 東日本の NEX 車両、253系だった、特急スノーモンキー、と行き違いをしてからの発車。たまたま同じ車両のチョロ Q が売られていたので、車内販売で購入しました。今も未開封でお家に眠っています。あ、今回は端っこの駅、湯田中からではなく、途中の主要駅である小布施から乗ります。1988年のブルーリボン賞を獲得した、元小田急1万系の走りはどんなものでしょう？今や絶滅危惧種になっている折戸を閉めて発車。次の停車駅は須坂です。折戸は戸袋が不要なのですが、雪に対する弱さと耐久性のなさにより、デメリットが大きすぎるということで、最近の車両には採用されていません。ご乗車ありがとうございます。この列車は特急湯煙長野行きです。これより先は須坂、権堂、終着駅、長野の順に停車してまいります。停車駅だけ見ると少ないですが、この特急は土休日の観光列車のんびり号。この列車は各駅停車並みのスピードで観光案内を行いながら走っていきます。撮影スポットでは止まったり、あるいは徐行運転したりしてくれますよ。使われているハイエスイーの車両も、観光列車の性格にぴったり合っています。で、どう合っているかなんですが、まず一つは今映っている展望席。ガラス一枚隔てての全面展望が楽しめます。これは現在小田急線を走る特急列車、GSE などでも見られますね。これは運転席を上の方に置くことによって可能にしています。ハイ SE も同様です。ですが、展望席だけではありません。この車両の特徴はハイデッカー車両という点。なおハイデッカーとは、客室の床が通常よりも高くされている状態のこと。今で言うと、首都圏普通列車グリーン車の2階部分だけを切り取ったみたいな感じのものです。これのおかげで展望席のみならず、中間車からの眺めも素晴らしいものになりました。ただ、ハイデッカーは現在そう多くは採用されてはいません。その理由はバリアフリー法。高齢者や障害者等の円滑な移動に関する法律で、2000年に定められました。ハイデッカーはこの条件を満たさないのですが、改造が困難で更新は行われず、それにより小田急は2012年をもってハイエスイーを引退させるということに。ですが、この編成を含む4両 ×2 編成は、ここ長野電鉄に2005年に譲渡されて走っています。ここで、あれ？と思った人もいるかもしれません。バリアフリー法に引っかかるんだから、譲渡先でも使えないのでは。と、実際にここで今生きているということは、それについては解決しています。ハイ SE の先頭車両のドアの手前側には段差が存在しないのですが、あの辺をバリアフリー対応スペースとすることで一旦は解決しました。狭いドア幅に加え、スロープ用意負荷という点はありますが、いろいろ巻き込まれましたが、なんだかんだ頑張っている車両なのです。ところで、ハイ SE の名称の由来ですが、この愛称の由来は、ハイデッカーだけじゃありません。ハイグレード、ハイレベル、などといったいい感じのイメージの単語に共通するもの。なお後ろの SE はスーパーエクスプレスを表します。これはほとんどの小田急特急車両共通ですね。列車は北須坂を通過後、須坂に到着。廃線となった長野電鉄八代線の起点駅でした。とはいえ、今でも大きめの駅です。なお須坂は製紙業で有名でしたが、戦後は工業とリンゴの町になりました。長電8500系と長電3500系が佇む須坂の車庫の横を通り、まだまだのんびり進んでいきます。
普通の特急ならここから長野まで早くて17分、遅くても21分ですが、こののんびり号は26分かかります。うち、特定スポットでの停車時間含む。とはいえ、観光列車にしては破格の値段設定なので OK です。のんびり号に関しては、展望席を含めて自由席なんですが、なんと一律プラス100円の課金で乗れます。安すぎる。なおこれは他の長電特急の自由席でも、同様の値段設定がされています。あ、長野電鉄の特急には自由席のみならず、2021年6月には一部特急で指定席も誕生しました。のんびり号を除く昼間の特急でサービスが始まっているみたいです。なお充当される号車は、スノーモンキーが1号車です。他の号車と違い、リクライニング機構がついています。期待した方もいるかもしれませんが、2列 ×2 列なので、グリーン車座席ではありません。そして湯煙は、特定の号車が割り当てられるわけではなく、先頭車両が指定席になります。一律で特急券の100円と指定席券の300円の課金が必要です。でも結構安い。インターネットでも予約できるので、長電利たい人は予約っちゃいましょう。ところで列車は、新潟の方では信濃川と呼ばれている千曲川を渡っているのですが、この千曲川に架かる村山橋で数分ほど止まるみたいです。のんびり。なおここでも観光案内が行われています。今は川中島の戦いについての説明ですね。観光案内を聞きながら、ちょこちょこ追加で車内を紹介していきましょう。ちゃんとカーテンも備わっています。製造が数年後輩のスノーモンキーはブラインドになっているので、時代を感じます。観光列車でカーテンを閉めるのはあれですけど。それと足元ですが、狭くはないにしてもあまり足は伸ばせません。ドカンと置かれている鉄パイプは、255系を彷彿とさせますね。一つ重要なことを言い忘れていました。この車両にはリクライニング機構なんてものは存在しません。座席は元から少し倒れ気味とは言っても、角度調整はできないのでご注意を。ここは少し意外だと感じたのですが、荷物棚は網じゃないんですね。どことなくバブリーでザギーンな雰囲気を連想させます。列車は朝日を出ると伏線になり、ほどなくして北陸新幹線や信濃鉄道と交差します。あのぐわっと伸びている端っぽいのが北陸新幹線の線路です。元 JR 信越本線である信濃鉄道は、北陸新幹線の線路に沿って、長野電鉄の線路の下を通ります。この線路の交差もつい最近、2015年3月14日の北陸新幹線開業で叶うようになったのだと思うと、感慨深いです。あれ？ 7 年も前？この交差スポットではタイミングが合えば北陸新幹線が見えるそうですが、今回は富山方面からやってくる、長野12時23分着、上り白坂560号次第ですが、厳しそう。下りは、どう頑張っても今回は無理ですね。まず長野と富山の間の新幹線の本数は1方向につき1時間に1から2本程度なので、長電から見えること自体が稀なのでは、と思ってみたり、見えませんでした。しゃあない。善光寺下の手前で列車は地下に入ります。ここから約2キロ、終点までずっと地下。道路状況の改善を理由に地下化が行われた、かなりすごい区間です。それ以前、1981年より前は、長野の街中をボコスカとかけていました。ところで混雑の緩和が目的であれば高架化した方がコストが低くて済むのですが、これは長野大通りという片側3車線の道路を建設するにあたって、ちゃんとスペースを確保する、という目的で道路になっています。他にも景観維持や降雪対策など、それなりに大きなメリットがあります。なおもう近く間に入るので、ここでのんびり号の案内はおしまいです。無理して、うわぁご覧ください綺麗な壁ですよ、とかはやりません。JR 東日本ならではの4点チャイムを流して、列車は間もなく権堂。A 特急と B 特急の両方が停車する駅です。あ、A 特急 B 特急について説明します。長野電鉄の特急は停車駅で2タイプの特急に分けられます。A は昼間、少ない停車駅で飛ばす速達型。B は朝晩に、ライナーに近い役割を担う方です。こののんびり号も、停車駅を考えると A 特急に分類されます。なお長電では湯煙号は、S 特急、と案内されます。一番格が高そうな名前なのに明らかに一番遅いです。そんなこんなで A 特急も B 特急も止まる、いかにも A 段キックな権堂駅を発車。長野大通りの真下を通りつつ、いつも通りに4点チャイムを奏でて、次が終点という放送が流れます。そうそう、長電では名鉄で使われている乗車促進チャイムも流れます。このチャイムは長野接近時に流れるのですが、通りはスーレーマーシーター。皆さんも気をつけましょう。
本堂を出ると4分ほど、約1キロで長野駅に到着します。長野駅も地下にあるのですが、そこもかなり鋭断しています。というか、車両からしてすでにめちゃくちゃ鋭断してますし、日比谷線を担った名車両や、今何かと厚い8500系など、どの車両も大改造が加えられることはなく、ほぼ現役の姿を楽しめますよ。すべての車両がもともと都心を走っていた、というのはなんだか込み上げるものが。折戸から外に出て、長野に到着です。本日は特急湯煙のんびり号に乗ろうという動画でした。車両そのままの味を楽しめるゆったりまったり列車ですので、皆さんもぜひ乗ってみてください。それでは本日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。